ルは北海道2000キロ女性ライダー一人旅編。私が7月に北海道一周ツーリングをした時の様子をシリーズでお届けします。それでは行ってみよう。皆さんどうも、パルパルです。出た出た。いやドキドキする。やばい、どうしよう。私北海道で自分のバイク乗ってるよっ。はい、どうも皆さんこんにちは。ほらパルパルだぞ今日は N坂線に向かいたいと思います。そして今日は見て、超晴れてる。すごくない？これ超晴れてるよ。嬉しい、うれぴーのりぴーうれぴーおっと、よし。さてさて、超晴れてる中、最高の日和の中向かいたいと思いますよ。おっ、あ、いい朝からエンストしました。恒例の朝エンスト、朝一エンスト。うんこだなよいしょ、こういうとこ怖いから嫌なんだよね。よいしょよいしょ。はあ、来てない来てない来てないよ来てないよ来てないよ。こっちでいいのかな、合ってるかな。あ、合ってたみたいだ。あー、よかったよかった。うわー、ほんと快晴で今日は素晴らしいですね。ツーリング日和、イエイイエイ。ふう、ガソリンは昨日入れたんで、あの信号左折かな、わっかないって書いてある。ちゃんとエサぬか線通ってくれんのかな。通らなかったらこれもう一回さ、もう一回やり直しなんだけど。あー、鼻水出てきちゃった。やっぱね、すごい晴れてるけど涼しいんですよね。で、涼しいんだけど走りやすいくらいの涼しい感じなんで、もうすごく本当にいいのかな。もう良好です。今日は天気も良好。クッキャロコが左なんだ。クッキャロコはまあいいや。ちょっとね、今回いろいろ飛ばしていってます。あの雨だったりなんだりかんだり、のさっくみ先もね飛ばしたし。あー素晴らしいよ。お、ライダー朝一バイバーイ。皆さんお尻にあの旗刺してるのは何なんだろう。いやー大自然大自然素敵。いやー、まさかなんかね、ほんとバイク乗ってなかったらねこんなとこ来ないから、うん、よく来たなー自分で行って自分で感心してる。世話ない。バイバーイ。北海道の道ほんと走りやすいですよね。最高最高。さて今日オラはどこに行くのかっていうと、エサヌカ線に向かうぞ。エサヌカ線っていうのは本当にこれ行くのかな、大丈夫かな。すごい綺麗な、ただまっすぐな道だった。お、四つ葉牛乳。ほんと気持ちがいい、気持ちがいいしか言うことがない。ほら今日は300キロぐらい走るんだよね。300キロ、宗谷岬までもまだあと100キロはあるんだぞ。ヘルメットが結構中がクッションが潰れてきて下がってくるんだぞこれどうしたらいいんだ。動くんだぞ、前後ろに。ゆらゆら。お、またライダー、バイバーイ。あれ？なんか右って言ってるんだけど、 200m 先右折って書いてあったんだけど、 200m 先右折ってどこ？やばい、全然わかんない、わかんない。どう？よいしょ、どうしたもんか。なんか麦がいっぱい種が飛んだやつかな、道端にいっぱい生えてる。ほー、このまま行けば着くのかな。バイザー下ろしたら虫がくっついて死んでた。びっくりした、目の前に急に虫の死骸が現るみたい。え、何こいつ、なんで抜かしてくの。バイバーイ。なんか違う気がするな、なんか違くない。おー、すごい。でも牧場、うわっ、すごい風。ここ
ここ？ここ？ここなの？さあ、行くぜ。あー、すごーい。わー、見て。あー、広い。あ、牛さんが寝っ転がってる。広い。あー、全然車もバイクもいません。素晴らしいです。キャー！北海道感あるな。おお、晴れてるし、でっかいし。こういう土地ってさ、誰のなんだろうね。すごい。これはすごいですよ。おお、左。おお、すごい。これはすごい。これはすごい。どこまでも続いてる。おお、すごい、すごい、すごい。バイバーイ。こんなさ、広いさ、大地をあの車でさ、耕してるんですよ。すごくない？うわー、気持ちいい。ただのまっすぐな道やんと思ってたけど、いやそんなことはありませんよ。ただのまっすぐな道ですけど、そんなことはありませんよ。すごい、素晴らしい道です。雄大、まさに雄大って感じやね、これね。雄大です。もう雄大くらいしか当てはまる言葉がない。すごい綺麗。わあ、素晴らしいな、ほんまに。ほんま、ただのまっすぐな道やん、どうなんと思ってたけどね。こんな道なかなかないんで、なんか肌の田舎っていうわけでもないんですよね。バイバーイ。この辺で止まって写真を撮りたいと思います。ほんといい場所です。いい場所。これから宗谷岬まで向かいますよ。でもね、寒さは結構寒いですね。肌寒いですね。止まってる時は大丈夫なんですけど、バイクが動き始めると結構ピューッと風が。海沿いのところはちょっとさ、ほら雲がかかってるから、海沿いちょっと雨かもね。なんか心が洗われる感じがする。寒い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 。ライダーさん、やっぱここはいっぱい通りましたね。お、直角やん。直角90度カーブでした。わー、このまままっすぐ行ったら海に突っ込んじゃうよ。突っ込んでみたいですけどね。いいな、セローとかできたらそこ走れんじゃろうな。羨ましいな。バイバーイ。あ、忍者ちゃんじゃなかった。ムルチーやん、ムルチーやん、ムルチー。初ドゥカティすれ違いました。バイバーイ。おー、自転車の人すごいな。バイバーイ。バイクはね、アクセルひねったら勝手に進んでくれるけど、自転車自分でこがない。あー、すごい、なんか霧です。霧やけど、まあ綺麗やな。でも寒い寒い寒い、寒すぎてちょっとどうしたらいいのみたいな。足はね、あったかいんですけど、上が寒い。おお、凍える、これ。ああ、メットかぶってても鼻水がボボ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 出てくる。あんま風は吹いてないですね。風車はほら全然動いてへん。壊れたのか、これは。調子に乗ってね、ネックウォーマーみたいなとか持ってこなかったら、超首が寒い。どこ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 、ここか。もう草でね、見えへんのですよ。ここは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 、はやっぱり森永。はい、こう森永よりなんかハーシーズとかのが好きですけどね。あ、違う、万宝店か。いやー、今日はテンション高いな。今日はテンション上がるな。やっぱ晴れてるとテンション上がるな。すごいですよ、みんなに見えるかな。さっきもね、地球の端が上から見えるっていう。今回のバイク女子チャンネルいかがでしたか？よかったらチャンネル